はい、どうも皆さんこんにちは。スタービーの河野ゲートです。今回は素因数分解チャレンジ、クイズノックさんっていう YouTuber の大先輩がいるんですけど、そのクイズノックさんが出してるウォールプライムっていうアプリがあるんですね。そのウォールプライムっていうアプリはただひたすらに数を与えられてそれを素因数分解していくっていう、ただそれだけのゲームなんですけど、それがねかなり中毒性があるんですよ。僕自身ですね、つい最近ウォールプライム入れましてちょこちょこプレイしてるんですけど、結構ねもう本当にハマっちゃいますよね。ということで今回はそのウォールプライムっていうアプリを実際に僕がプレイしてるところをお見せできたらいいなと思います。でその時に僕がどういう風に考えて素因数分解してるのかっていうところも軽く解説できたらいいなと思っております。僕自身ですね、そろばんやってないんですけど、その中ではねかなり上位の計算スピードに入るかなと思うので、わかんないですけどね、頑張っていきますよ。ということで早速素因数分解チャレンジスタート。はい、こちらがウォールプライムのアプリなんですけど、ウォールプライムですね。あれワルプライムって書いてある。ワルプライム。あ、なるほどね。プライムが素数って意味で、素数で割っていくから、ワルプライム、ウォールプライムなのか。いや、ちょっとね、ここ気づかないですね。普段こんなところまで見えないので、いやー、そういうことか。天才ですね。ちょっとね、今テンション上がったんですけど、今回プレイしていくのは、ハード、この真ん中のやつと、あと、インセインっていう、その一番難しいやつ。これは無理ですね。インセインは無理ですね、僕は。やっていこうと思うので、はい。じゃあね、今回ハード、早速やっていきます。いきます。今、ハードモードをプレイしている最中なんですけど、ここでね、どのように僕が因数分解しているかの方法について解説していきます。まずは何よりね、10の倍数を見たら25って打って 2×5 じゃないですか。で、あとは25って打ちながら残りの部分の因数分解を計算するという感じですね。次に、倍数の判定法っていろいろあるんですけど、とにかくね、フィーリングを最初は大事にすると。例えば、1365、1365って数字があった時に、とりあえず5で割るんじゃなくて、パッと見て、あ、13と65ってあるじゃんっていうことですね。それがどっちも13の倍数だっていうフィーリングが、マッチすれば、まず13を割ってあげると。そうすると、105っていう風になるから、あとは105を因数分解してあげるみたいな感じで、最初はフィーリングから入るっていう感じですね。で、3秒ぐらいフィーリングが何も浮かんでこなければ、ちょっと別のアプローチ、倍数の判定法を使っていくっていう感じです。じゃあ最初に倍数の判定法、僕が使ってるのはまず5の倍数ですよね。5の倍数は、下一桁が5の倍ですね。で、5の倍数だけじゃなくて25の倍数と125の倍数もその場でパッと判断してると。25の倍数の場合は下2桁が25か75、125の倍数の場合は下3桁が125か375から625か875、このどれかなっていうことをしっかりと見ていくと。で、そしたら割るわけなんですね。それでまず、例えば、475とかだったら、もう25の倍数っていうのはすぐわかるから、55って押すと。で、これを割っていくんですけど、その時にちょっとしたテクニックがあって、475の100の位の部分をかける4して、下2桁の75を割る25で3ですね。したものを足し合わせるという風にすれば割れるんですね。これは100割る25が4だからっていうことなんですけど、475で言うと 4×4 が16で、75割る25が3だから 16+3 で19というふうになるわけですね。5の倍数の次は僕は3と11の倍数をまとめて判断してますね。3の倍数、あと3と9の倍数の判定法なんですけど、各位の桁の和を全部足し合わせて、それが3の倍数かな、9の倍数かなっていうことを判断していくっていう方法があります。例えば342っていう数字があった場合、すべての位の数の和を足すと 3+4+2 で9になるじゃないですか。9になるってことは3の倍数でもあってかつ9の倍数でもあるんですね。各位の数の和を足してあげると9の倍数になってるから3の倍数でもあり9の倍数であると。27以上はちょっとわからないんですね。だからそこを3の倍数かな9の倍数かなっていうのをまず判断する。次に11の倍数の判定法なんですけど、1個飛ばしで各位の数の和を足していくんですね。どういうことかというと、例えば3421っていう数字があるとするじゃないですか。そうするとまず1の位の1から始めて1個飛ばしで考えると1、次4じゃないですか。それ足すと5。次に残った方の10の位の2から1個飛ばして数えていく。そうすると 2+3 で5になりますよね。それぞれの数字を覚える。そしたら5と5になる。で、その2つの数字の差が11の倍数だったら11で割り切れるんですね。今回は55で差が0じゃないですか。差が0ってことは11の倍数って言えるんですね。ということで僕はこれを使って11の倍数と3の倍数をまとめてやってるわけですね。まず1個飛ばしでそれぞれ計算すると。そうしたら例えば19と8とか出てくるとするじゃないですか、1個飛ばしで。そうすると一発でどっちもわかるんですよ。要は19と8の和を取ってみれば27、それが合計だから、それが3の倍数か9の倍数かっていうものの判断できる。だから少なくとも9の倍数ってことはそこでわかるし、19と8の差を取ってあげれば11ですよね。これが11の倍数だから11の倍数っていうことがわかる。だから3の倍数と11の倍数をまとめて判断できるんですね。ということで僕はそれを一緒にまとめて行って、割れる方を割ってあげるという感じでやってます。で、次に2の倍数を判断しますね。2の倍数は下1桁が偶数、4の倍数の場合は下2桁が4で割り切れるか、で、8の倍数かどうかは下3桁が8で割り切れるかっていうことをしっかりと判断していくと。そういう感じでとにかくやってますね。で、最後にちょっとマニアックなんですけど、7と13の倍数の判別法。これはね、ハードではあまり使わないんですけど、結構難しくなってくるとよく使ってますね。この7と13の倍数の判定法は、1001が 7×11×13 っていう風に因数分解できるっていうことを使っていくわけなんですけど、どのように考えていくか。まず、1の位から3桁ずつ区切っていくわけなんですね。例えば、ちょっと大きい数字なんですけど、2412万3456っていう数字があるとするじゃないですか。だから24123456っていう数字ですね。これを7と13の倍数かどうかっていうものを判断する方法が、1の位から3桁ずつ区切っていくって方法ですね。つまり24123456を3桁ずつ1の位から区切っていくと、まず1の位から456、次123で最後24っていうのが残るわけじゃないですか。それをあとは交互に足す引く足すっていうのをやっていくわけですね。456っていうものを足して、次123を引く。そうすると333ってなりますね。333に次24を足す足す引く足すでやっていくと、333足す24は357というふうになるわけですね。あとはこの357が7で割れるか。7で割れますよね。357割る7は51となるので、7で割り切れると。だから全体の大きいやつは7で割り切れるんですよ。一方357は13では割り切れないんですね。357は13で割り切れないってことは、元の数字も13で割り切れないということになるんですね。だからこういう感じで7と13の倍数の判定をやってると。これは1001が 7×11×13 だからっていうことですね。あとはもう最低限のものはなんとなく覚えてるっていう感じですよね。なんかの2乗とか。例えば225って見た時に15の2乗だから3535って打てばすぐに因数分解できるとか。あとは105とかね、かなり頻繁に出てくるので使ってますね。105は 3×5×7 と。もうそれは覚えちゃってますね。その105は 3×5×7 で、例えば315とか出てきたら、まず3で割ったら105が出てくるから3、357。で終わりみたいな感じですね。そういうところらへんは覚えてるっていう感じですね。あとはもう本当に気合でやってるっていう感じです。はい。ということで解説はそんなところで、プレイ画面に戻りましょう。あ、間違えた。5、13だ、最後。はい。まあ今回やった感じ、5651ポイントですね。5651。まあまあまあって感じですね。今の、ベストスコアが6100いくつって感じですよね。6100。まあ結構ね、運によるんですよ。4桁のものを素因数分解すると、時間がちょっと伸びるんですね。時間の伸びが大きいので、そういうね、4桁の問題しかも瞬殺できるものがたくさんあればあるほど、点数が伸びやすいっていう感じで、まあ、今回5651、まあちょくちょくね、止まってしまうところがあって、使えないんですけど、はい、ということで、ハードはこんな感じです。次は、インセインですね。インセインに挑戦していこうと思います。いや、インセインはね、かなり難しいですよ。それじゃあ、インセインやっていきます。これは簡単だな。簡単だな、今回。あ、急に難しかった。っていうのが。667ポイント。最初の方簡単だったけど、もうね、この38385113、もう下手すこんだけ大きくなるとね、僕はもうお手上げですね。どっから手つけていいかわかんないっていう。頭の中でとにかく割っていく。倍数の判定法を使った後に割っていくっていうことしかできないので、まあこれ、なかなか強敵ですね。はい。まあこんな感じで。とにかく簡単なのがね、たまにあるので、それがうまくハマれば1000ポイントはいくかもしれないっていうぐらいの感じですね、インセイン。最高得点が今んとこ、1140ポイントか。まあそんな感じで、うまくいけば1140は取れるかなっていうのは今の実力です。これより高いぞっていう方はぜひね、コメントでマウント取ってもらえたらいいなと思います。はい、ということで今回、素因数分解チャレンジやってきました。面白かったと思う方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとこういう動画撮ってほしいよとか、僕はこういう点数ですよ、勝ちましたよ、みたいなのコメントとか、ね、何でも載せてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。